もしあの新井さんが裏でつながっていた葛城の命令であのドンパチ事件を作為的に起こしていたとしたら。ああ、葛城は柴田と共謀して東城会を乗っ取ろうとしていた。そこにリリちゃんの殺人だ。葛城は共謀していたはずの柴田を裏切り、さらに25年前の事件の真相を知る人間を消そうとした。強引なやり方でな。だがどうして今になってそこまでする必要があった。今までも殺そうと思えば殺せたはずだ。なのになぜ今。焦っていた。そう、葛城は焦っていた。ドンパチ事件が起こる前に何とかして25年前のことを知る人間を殺す必要があった。どうしてだ。指示されていたからか。葛城を裏で操っている人間に。その人間ってのは。25年前の真実が公になってはならない人間。事件をもみ消そうとした警察の連中か。そういうことになる。警察内部に裏切り者がいるってことだな。どうする？三島って男に会ってみる？その価値はあると思うけど。ああ、俺が行こう。だが罠を張る。罠？何それ。その三島ってのが本当にあのドンパチ事件の生き残りなんだったら何か知ってる可能性もある。まあそれはそうだけど。なら三島の存在は葛城だけじゃなく警察の裏切り者にとっても邪魔なはずだ。なるほどね。わざと警察に三島との接触を報告して裏切り者をあぶり出すってことか。危険な賭けになるぞ。覚悟はできてんのか。ああ、俺にとってこの山は自分の人生そのものなんだ。